はい、こんにちは、まめと申します。スーパースクバ RPG 実況プレイ続きからやっていきたいと思います。はい、ということで前回魔の密林に入ったんですけど、この暗闇、めちゃくちゃ暗い暗闇に乗じてしんちゃんがちょっと痴漢プレイを行っていたんですが、とても目の保養でございましたね。はい、いや楽しいあ、そしてこいつめちゃくちゃ強いんだよな、ゴースト。なんか物理攻撃跳ね返してくる感じなので、まあ音術使いまして、翼くんのホーリーなんとかを使っていき、あ、もう慎太郎様にちょっと跳ね返さないで、いや一番前にいるからか。じゃあ翼くんのホーリーなんとか、これだ、ホーリーブラスト、これ効くんじゃないのかって思ったんですよね、暗闇の時には。わあ、よい、ちょっと待って、雷も読みた、よかったサブちゃんはやっぱさ、これいいと思うんだよね、本当に結構ね、成功率高いですよねで、いやこれ怖いんだよな、跳ね返るから普通に攻撃にしとこ、ほいほいほい。で、ホーリーブラスト来た、効くんじゃない、結構。あ、でも500効く、強い強い強い。今誰に跳ね返ったかわかんないけどで、しんちゃんは、これがいいななんとなく炎って強いかなみたいな勝手なイメージを、はい、持っています。っていうことで、多分もう全部見たんじゃないかな。じゃあちょっと出口のところに行きたいと、行きたいと、お、あったわじゃあ出ていきましょう。いや、もっと痴漢プレイ見たいなと思いながら、あ、でもまだ魔の密林は続いてるようですね。滝で修行しないみんな滝で修行しない滝行財産、下ですね、こっち側ですね。でも綺麗なところですね。でね、魔の密林ってさ、名前はまがまがしいけどさ、音楽がめっちゃ平和なんですよね、癒されるちょっと音楽やなと思ってましたサブちゃん早いよ、ほいっと、バジル、よし、行きましょう。でんでね、音楽めっちゃ、私がめっちゃ喋ってるから聞こえないか、ごめんなさい。お、ルーンの腕は、これさ、なんかさ、ヘビのボスがさ、ドロップしそうなさ、アイテムでしたよね。ちょっと待って。あ、でも、しんちゃんめっちゃいいのつけてるから、森海さんの MP 結構使うんですよね。なので、どれだっけ？あ、待って、腕輪って、あ、そっか、腕か。腕つけれる子ってさ、サブちゃんしか多分いらいんだよな。バックラー。あー、そっか、多分、魔法系の子じゃないとつけれないのか。ちょっと待って、見てみよう、アイテムで。装備品で、どこにある？あ、これだ。ルーンの腕輪。魔法回避率アップ。古代文字が刻まれた不思議な腕輪と。まあいいか。みんな両手塞がってるから。このままでいきましょう。はい。今んとこ、HP やばい、死ぬ死ぬってことがないから、このまま行っても大丈夫かな。こっちですね。よし。あ、また森に戻ってきました。おい。キノコはい。木からキノコが落ちたんですけど、どっか生えてたのかな。はい。あっちとこっちと、あ、つながってるんですね。了解しましたと。遠回りしちゃった。はい。慎太郎様がちょっと毒にさせられちゃった。HP 回復、ポーション使っときましょうと。つばきゅんの MP、ちょっと攻撃でめっちゃ使ってるんでね。なるべく、ちょっと温存しとかないとですね。回復のために MP を使うか、ちょっと攻撃のために MP を使うか、迷いどころでございますね。ちなみに、こっち側はアイテムとかないかな、一応、ちょっと見ときますな。いいかな、 OK。じゃあ行きましょう。先に先に。おい。いやー、マジで。みんなキノコ落とすんだけど、どこに生えてんのってな。はーい。あ、
リスがいる。いや、やっぱね、慎太郎様の肩にちょっと動物が欲しい。かわいいす、もうゆるよ。リス連れて行きたいよ。なんか上に行けるね。どっちが世界ルートなんだろう。慎太郎たちを不要地くれちゅちゅちゅ。おいー、マジコータめっちゃもらった。トモくんに使ってもいいな。あ、ここにもリスがいる。癒しの光景だわ。こっちがなんか正しそうなので、なんかちょっと上に、あ、行けなかった。目の錯覚だったわ。はい、動物さんたちが結構いるんですね。ほい、あ、あ、いや、ひひ、トモキュンかな。トモキュン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 かな。レベルが上がりましたね。あざーす、サブちゃんが一番前にいる。うへぇ、いつになったら抜けるの。もう森林浴は飽きたよ。なんや、自分テンションの差が激しいな。もう少しやと思うから頑張ろうやな、慎太郎。せやね、もう一踏ん張りだ。しんちゃんも疲れてやがる。やっぱり休憩にしとこか。ここら辺はモンスター少ないみたいやし。何その心変わり。サブローくん、なんかしんちゃんに甘くない。エコひいき反対。ブー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 。可愛い子豚ちゃんが嫌がるぜ。まあ、ともくん、大声出すと余計に疲れちゃいますよ。クマも寄ってきますよ。危ない危ない。かわいいす、しんちゃん。トモキュンが寝てる。自分、おとなしそうな感じやけど、意外と体力あるんやな。見直したで。ありがとうございます。これでも一応世界中を旅していたので。なるほどな。普段あんまり動かんやつらには、ちょっとしんどかったんかもな。そうですね。ところで、サブロ君は本当に、慎太郎君を大切に思ってるんですね。まあ、あいつは俺の命の恩人やしな。自分の宝を盗んだ泥棒に、あそこまで優しく語りかけられるやつを、俺は知らん。だから、あの部屋でいっぱい反省してな。こんな人に泥棒の俺が何を返せるかって。だからこれは俺なりの償いでもあるんよ。償い。あ、でも別にイヤイヤしてることやなく、俺が決めて好きでやってることやから誤解すんなよ。それにあいつ俺のこと好きとか言うとったし、好きかな、イントネーション、好きとか言うとったし、そんなん言われたら大切にしてやらんとって思うやん。そういうものですか。僕はそういう経験がないのでわかりませんが、はっきり伝えるのも大事なのかな。でも自分こそアホ毛のことごっつ気にかけてるやんけ。そういうことでも、そういうことでもあったんちゃうの。いえいえ、トモくんと僕はそんな。それにトモくんはきっと僕のことなんて全然。ただ僕はトモくんと一緒にいると、ずっと前からの仲良しだったような不思議な感覚に陥るんです。ほう、ずっと前からね。あ、もしかしたら縁結びの効果も、効果かもしれませんけど、トモくんと二人で旅をしていた時、偶然にそんな噂のある滝を一緒に見たんです。とても綺麗な場所でした。へえ、そんなところもあるんやな。この旅に一段落ついたら、そういった行ったことのないところを回るのも楽しいかもな。これもしかして行ったらサブイベントがなんか見れますよ的なフラグをここで教えてくれてるのかな。今日めっちゃかもな。いつものことか。はい、ぜひ慎太郎くんと楽しんできてください。別にあいつと俺かって、そんな、まだあいつと行くって決まったわけでも。いやかわいいす。もしかして起こしちゃったかな。
もう翼が変な話するから。え、何？にゃるにゃる、一番大きいのは椿吉くん、感度がいいのはトモくんか。これあれですかね、前回の痴漢プレイした時にみんなのね大事な部分をまさぐったんですかね、慎太郎様。それでちょっと大きさを測ってたんですかね。最高。あふう、お化けじゃん、そんなところ触ったら。どっちも卑猥な。夢を見てやがるよ、ちょっと。はい。さすがスクボですね、素敵なイベントを見られましたと。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっと笑いすぎてさ、めっちゃ顎が痛い。はい、あの顎関節症なものでピンクチェック。いや、なんか名前的にすごいなんかエチエチだわ。いや、もう脳内腐ってますね。なんて書いてあった。ピンクチェックは、はい、未了沈黙状態か。なるほどね。あ、確かにね、沈黙にさしてくる敵がいるんですよね。まあでもいいかな、ピンクチェックスクールと。はい、行きましょう。もう動物さんが、リスさんがめっちゃいるから、ちょっとちょこちょこ癒されますね。ほいほい。さっきのイベント休憩で HP がちょっと回復してるっぽいですね。ありがたや。あっちが多分正しいルートですね。じゃあこっちには宝箱の匂いがプンプン丸、そしてリスも連れて行きたい。あ、なになに、手持ち部分が特殊な西洋タイプのなんか剣みたいな感じでしたね。剣か、剣誰が装備できるの。サブちゃんできる。ダガーでしょ今。あ、できる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 、君のろできる。持ち手部分が特殊な、あ、ん？正方のナイフとな？はい。素早さがさらに上がっちゃうぞー。いいねー。あ、そっか。この森を抜けるまではちょっとサブちゃん、すっぽんぽんで行ってください。すっぽんぽんで戦闘にする？サブちゃんを。男気溢れるぜ、それは。はい。これで行きましょう。裸の王様的な何かになってるぞ。はい。いやー、ともくん眠ってたんだけど、翼くんが。倒してくれた。いや、めちゃくちゃやっぱアジタートだっけ、超絶強いですね。神業でございます。そしてこっちに何かあると。はい、サブニャンの盗賊の鼻が効かなかった。花粉症で詰まってるか。お、はい。いや、トモくん、翼くんもさ MP めっちゃ使うから、しんちゃんのつけてる指輪を買ってあげたいなーってちょっと思ってるんですけど、どうしようかなー。これなんか、またボス戦来るかな？ボス戦来るかな？あ、大丈夫！出るだけかな？いや、また暗いとこ入っちゃった。ちょっと待って。暗いとこ入っちゃったよ。ちょっと、慎太郎様、お願いします。痴漢プレイを。よろしゅう頼んますで。はーい。いやー、関西弁難しいでございます。わからない私には。サブちゃんがどうやって喋ってるか、あそこがゴールですね。っていうことはちょっと左を見て回りましょう。うっ、来た。こいつ、この子ちょっとほんと苦手なの。はい。いやー、あいつちょっと厄介やな。トモキュンレベル上がりました。サクッと上がっちゃう。サクッと一発チャチャチャンって感じですね。じゃあこっちから左側を見ていきましょうと。何かあるかな。ふいー。はい、ライフアップと。おお、しんちゃんもレベル上がった。おお、つばきも上がった。いいね、続々上がるでありんす。こっちは何もないかな。よしよしよし。あ、ありました。なんだ、ブラックオニキス。あ、ちょっとなんか良さげなの手に入れたぞ。ブラックオニキス、ブラックオニキス、あったあった。最大 HP と回復効果を増幅させる宝石と。でも
もツバキュンが今めっちゃいいの持ってるので、持ってるのでそのままに、あ、待って、宝箱しょこりあるじゃん同化してた壁とコメットファイヤー、しんちゃんかっこいいぞ。はい、ということでここにありましたねめっちゃ同化してた、イエローチェック売り払いまーす。ということで、じゃあちょっと反対側に行きましょうかのー、ふいー、あう、いや、ちょっとあいつは逃げるわ暗闇のあいつは逃げるわ。よし、あ、めっちゃラインが来てる。バイヤーあ、ラウンドし、何なんかすごいめっちゃライン来てる装備をとりあえずサブちゃんに、バックラーより多分強いと思うので、ラウンドシールド、防御力上がりますね、あざっす。よし、これで外に出られるぞ、日が拝めるぜ。これ多分また洞窟出るときボス戦あるよな、ボス戦あるよな、セーブしとこそろそろ来そうな気がするでありんす。ほい、行くぜ、来るか、うわー、めっちゃ暗いよ、色、ちょっと慎太郎様出番です。あ、でもすぐ繋がってるわ、こっち側は、あ、ないですね。よし、そろそろでく、めっちゃ暗い。魔術師のさ、プチ冒険でもさ、こういう、あ、時間さんがいるじゃん。おお、あー、美しい美少年すぎるぜ、時間さん、え、やば、あんなところに超美人さんがいるじゃん。あれ、あの人どこかで見ましたね。はい、あ、へいへい彼氏、こんなところで何してるの。ここは魔物だらけで危険だよ、ソロ行動よりオイラたちと一緒に来ない。テンション上がってますね、慎太郎様。失礼しました、ちょっとなんか電話かかってきてしんちゃんめっちゃテンション上がってんじゃん。とか言って誘い込む別の魔物はいるけどな美しいこの微笑み。あ、行っちゃった。何を探してるんだろうね、時間さん。やーい、しんちゃん振られてやんの。 うるさいな、失敗は挑戦した証拠、挑戦しないやつが笑うんじゃないよ。一人にしちゃって大丈夫でしょうか。なんか落ち着いてる感じやったし、ええ気そうやったけど、追いかけてみるか。行くぞ、アフゲニ翼、あとチャラを嫉妬してるのね、サブニャー。よよよ、オイラチャラ男じゃないよいや、今のはちょっとしんちゃんチャラ男でございましたよ。へいへいへいってな。はい、あ、絶対やばいじゃん、絶対魔の密林がめっちゃ並んでるはい、絶対ボス来る、絶対ボス来る確信なので、セーブは欠かしませんぞと。どっち、あ、下が正解か、あ、下ですね、行きましょうはい、あー、そう、ショックシュがあるということは必ず来ますよ、来ますよ、これは。よし、 MP 回復、あ、さっきのイベントで回復したんだね、ありがとうございます。違う、この触手で回復したんだよ。どうした、脳みそ溶けたか、熱すぎて。どっちに行こうかな、こっちから行こうかな。やっぱ右が大好きなんでね、体が自然と右に行っちゃうんですよね、勝手に。右から、右から、何かが来てる、はいなー。よし、宝箱いただきまして、リザークトゥトコチョウリョキリギュ、戦闘不能から回復ありがとうございます。いや、このリザーなんとかボトルさ、プチ冒険でめっちゃ活躍したような記憶があるんですけど、なんか街で見かけたら買い占めましょう。ボーナスアタック、なに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 、え、歌いしちゃっちゃう何だったんだろう今の。コンボがめっちゃ決まったから、あのサブちゃんのアクセル、なんだっけ、アクセルホッパーじゃなくてアクセルホッパーってなんか言いましたよね。ポンポンスポポン、スッパンパン
行きましょう。時和さんが触手プレイに、あー本当に触手プレイだ。大変、さっきの人が、うほう、これはこれはこれで眼福だけど、同時にさっきの挽回チャンス、今助けるからね、美少年ちゃん。お前ないやーちょっとひわいひわいひわい、どこに触手突っ込んでんのよ。これは炎が効きそうだぜ、しんちゃん本当に挽回チャンスでございますね。ということでね、このねアクセルダンスだポンポンスポポンじゃなかったね、はい、これしていただいて、真ん中のこいつが大ボスって感じなんですね。はい、ちなみに名前なんていうの、おっちゅうちゅうちゅう吸いそうなお名前してあがりますが、あ、そうだ、これ使ってみたかった、ピアチェーレビート、はい、敵全体なんでね効きそうだぜと、あ、かわいい、あ、キュー、あ、演出もめっちゃ好き、ともくんらしいわ、そして強すぎやべえやべえ、でもこいつに、あ、でもなるほどね、前のやつら倒さないとこいつに攻撃が届かない的な、そんな感じだったのかな、やべえよ、なんか魔法陣展開してるから、サブちゃんお願い滑ってくれお願い滑ってくれってひどいけど、ミスか、やっぱボスには、いやこいつには耳がないから多分聞こえなかったんだろうね、はい、馬の耳に念仏とな、どうしようかな、ツバキンは必殺技覚えたけど、これの方が強いんじゃないかな、敵全体これですね、行きましょうと、あ、ジターとほんと強いからな、ボーナスアタック出た、あ、なるほど、コンボが決まると、ん、コンボ、ど、はい、どうなってんですかね詳しい方教えてください、ちょっとね、おバカなのでね、どうなってるかちょっと分かんなかった、タマキンはね、水属性ついちゃうから、やっぱこういう魔法で攻撃した方がいいよね、はい、あ、違う、アタッカートじゃない、アタッカーじゃない、ジタートです、はい、多分水属性はこいつには効かないだろうからね、で、サブニャンは2つ技まだですね、え、もう一回言っとくもう一回言っときましょう、ジャブちゃんお願いします、これで効かなければ耳がないですね、はい、了解しました、じゃあもう攻撃に徹しましょう、コメットファイヤー絶対効くよな、ですよね、トモキンはファイブラッシュ、ちなみにどうなんだ、ポケモンで言えば草に雷は効かないからダメかな、やっぱ、あー、あんまりか、了解で、サブちゃんはアクセルダンスでいきましょうか、全体だけどなんかこっちの方がさ、どうなんだろう攻撃力高いかなって思ったんだけど、で、トモキンはこれですね、アジタートお願いしやすと、でもなんか今までの敵で一番硬い気がする、あ、トゲやばい、サブちゃんがサブちゃんがちょっと狙われてる、そして翼筋はどうしようかな、回復よりも攻撃に転じた方がいい気がするんですよね、なんとなく必殺技打ってみようか、ちょっとどんなカットインが入るのか見てみたい、状態異常もね直せますのでね、え、待って、後ろになんか生えてるの今気づいた後ろになんか生えてほしいよ、一緒に倒して、はい、お願いします、あ、神々しいですわ、翼キュン、はい、そしてもうこいつ瀕死じゃん、この子瀕死じゃん、あとはこれでどんどん叩いていきましょうと、微妙にこの食虫植物にベロが生えてるのがちょっと卑猥すぎるんだよな、はい、アジタートで慎太郎様の、でも炎で倒したいな、慎太郎様の炎でちょっととどめは刺してほしい感がありますね、あ、混乱してるぞ、よし、しんちゃん見せ場だぞ、これはコメットファイヤーでとどめを刺せ、きたバッチリ、いいとこ持っていきましたね、時和さんにいいとこ見せられた、あ、めっちゃくれるじゃん、ありがとう、サブちゃんも、いや、やっぱさ、さすがバスケ部
いい腹筋をしておりますがのもう舐め回すように見ちゃいますね。はい、あ、しんちゃんなんか覚えた、マジックドレイン。あ、やだー、チューチューしちゃうの、しんちゃんどこから。はい、動きを、あ、みんなレンズ、これ絶対さ、戦闘不能を復活させるやつだよね。翼キュン、優秀すぎ。はい、お、美少年ちゃん、大丈夫かい無口な美少年。あ、ありがとうって言って去ってっちゃったのかな。ちょ、お礼もなしかーい。お礼言わなかったんだお辞儀はしてましたよ。なんだい、ちょっと美人だからってしんちゃん、ああいう人にはチヤホヤさせてて、中身真っ黒パターンだからやめときなよ。ああいう人はだった。え、ああいう人は少し浮世離れしている方がよくない？むしろちょっとおーへーなーぐらいが、組み伏せた時の服従感がたまらんというかさすが慎太郎様ですわ。サブニャン、嫉妬ですね、ニャンニャン。あ、ニャー、冗談だよ。あんな美人、なかなかにいないから、こう、場を盛り上げるために、ね。なんか変な空気だから、今後は控えるね。よろしい。ハンリョさんも大変ですね。いやー、ラブラブだわー、新サブさすが。ちょっとでも、ちょっぴし浮気性があって困っちゃいますわね。あんまりサワサワしないでーってな。あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見はするのはやめてよ、私が誰より一番。はい、ということでマジックドレイン全体からしんちゃん全巻からペロペロチューチュー。なるほど、素晴らしい技ですね。はい、 HP 回復が行えますと、で、翼くんがレイズですね。レイズか、味方単体の戦闘不能の HP を回復させ復活させる。もう本当にヒールの天使すぎる。はい、ということで、じゃあ今回は魔の密林を出たところで終わりたいと思います。そういえば私、気になることがあったんですよ。この遺跡の中、ヘビさん倒した奥って何があるんだろう。結局トモキュンと翼くんは中に入ってったけど、私は見てないぞっていうことで、ちょっと見ていきたいと思います。何があるの、ぴょんぴょん、ちょっと待って、ちょっと、このしんちゃんと翼くんがぴょんぴょんするのめっちゃ可愛いんだけどもゆるねーとな。はい、なんだなんだ、あ、ご神体、なんだっけ、ツバキュンがご神体があるって言って、トモキュンがいやいやお宝が眠ってるんだよって言ってましたよね。ご神体にお宝、どっちもあったってことでいいのかな。お宝発見ありがとうございます。全部開けていくわ。レベルアップ、アザース、エリクサー、金の塊嬉しい。あ、リザレクトボトル、これね、買い占めたかったんでね、めっちゃ嬉しいですね。アレキサンドライト、ええちょっと待ってアレキサンド、なんかさ、え、なんか HP と MP なんちゃらこうちゃらって書いてなかった？最大 HP、MP と回復効果を増幅させる宝石。ちょっと待って、ちょっと待って、誰かにつけたいぞこれは。トモキュン、繊維のベルトか。待って、アレキサンドライトは、うわあ、あ、でも攻撃力下がる、どうしよう、ちょっと待って、迷っちゃう、誰につけるか。サブちゃんは、あ、ミラージュピアス、そっか、つけてる。でしんちゃんは、いや、つけよう、ここはねえ、 HP、MP だってさ、トモくんさ、MP で攻撃すること最近ちょっと多いので、うん、魔法防御力もちょっと上がるし、これにしましょう。アレキサンドライト、せっかくね手に入れたしね、もったいないしね。はい、
いやー、すごく素晴らしい格好ですね。うさ耳に赤ブーメランパンツに宝石はい、装備してとても素晴らしい装備になりましたと、はい、ここをちょっと見に来たかったんです。で、結局賭けはじゃあ2人とも勝っちゃったってことなんですかね。